ペチペチひなこイムポンタアンニョーステプジラフレーズプジラフレーズあれ3人ええ今日誰いなくなったやろ。あー今日はお前だペチペチ。なんで俺ないのはい、ということで今回も100爆生活クラスやっていきたいと思います。はいはい、はい、今日のお題は今日はですね、私じゃなくてこの男が発表してくれます。行け早く。わかりました、発表します。何やるんだ、早く発表して。いやいい景色だ。さあ皆さんこんにちは。こんにちは。待って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 。こんにちは。待って、怖い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 。ちょっと待って、痛いって今日はですね、何をするかと言いますと、噴水と煙茶台を作っていこうかと思いまして。噴水と煙茶台？はい。どういうこと？噴水の上に煙茶台？それとも煙茶台の上に噴水？いや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 、合体させないですよ、そこ別に。どういうことどういうこと？ちょっと、ま、なんか一人いなくなったんだけど。おい！水と煙茶台を作っていくので早速やっていきましょうか。あ、なるほどね。噴水と煙茶台2つ作るってことね。そう、2つ作ります。この生活はみんなで作った全てのものをパート100で必ず爆発させる、その名も100爆クラフト。あ、じゃあどこに作る？あ、あっちのですね。皆さんじゃあこっち来ていただいてます。ドゥドゥルッテードゥドゥルーデデデデデ、ここでーす。中華。あ、ここ？そう。あ、なるほど、ここにエンチャント台作るのか。違うどう見ても噴水でしょ、ここは。で、ここがパカッて開いて地下施設が出てきて、そこからみたいな。え、かっこいい。ハードル上げんな、マジここに噴水を作ります。オッケー。で、もうエンチャント台はめっちゃおもろい場所作りますよ。どこ？でもこっち来てください、マジ。こっちさあ、ここ登っていって、はい、なんか一人いなくね。なんか途中で剥がれちゃって。ちょ待って、なんでお前そっちから来た遠回りすぎだろ。いや、こっちから来た気分だったんだよ。あー、なるほど、ここに作るのか。あーあはーじゃねえよ、お前。なんでだよ。中に作るんでしょ。そうです、ここに作ります、煙茶台は。え、あれ煙茶パンない。まあやってみよう。うん。頭悪い。バカみたいになってよし、じゃあ作るか。じゃあオッケー。え、まあさ、黒曜石なかったよね。あ、確かになかったかも。あれマグマ取ってくよ、ネザーで。あ、ネザーのあのそ、ネザー行った時に黒曜石掘るゲート。帰ってこ、取れないじゃんそれ、うん、誰か犠牲にして。あ、あ、え、でもありかも。それでもう一回開通すれば。あ、そっか、こっちから開通すればいいのか。え、そうそう。え、じゃあ待って、じゃあ俺掘ってくるよ。じゃあ、え、オッケー。じゃあうちは何してる？ポンちゃん、その間指示ちょうだい。オッケーです、わかりました。ちょ、じゃあ取りに行くよ、もう準備しちゃった。いってらっしゃい。行くぞ。よし、これでここのゲートを壊す。全部取ってきて、全部。オッケー。今その間自分の仕事やってる。指示もされてないけど、なんか石いる気がして。勝手にポンタ全然指示出さないからな。ね、現場監督なう。いや、現場監督やるなって指示出せよ。あ、そっかやばいマグマキューブが襲ってきてる。やめてくれ。助けてほしかったら言って、ポンタが言ってくれるから。いや、俺が行くんすか。え、そうだよ。あ、待ってあー、同じとこに出る人。多分よし、行くぞ。あ、あれ？どこ、ここ？違う場所に出た。本当に？待って、これどこだ？本当に？やばいじゃん。あ、いや、あれだ。ちょっとずれただけだ。あ、なんだ。おー、危な。何個あればいいんだっけ？まあ、全部取ってきちゃえばいいか。うん。あった。さっきのゲートあった。え、じゃあ黒曜石無限じゃん、これ。やった。最強じゃん。ごめん、わざとじゃないって。あ、お前。で、わざとじゃないって。わざとって言ってたよ、おととい。あ、もう言ってー。今のはわざとです。よし、取り終わった。ナイスよし、これを持って帰る。ウェーイ、無限黒曜石だ。ほんとはピッケル返して。ピッケル、あー、なんか2つあるなと思ったらイムさんのか、これ。殺しとく。うん、殺しとこ、こいつ。じゃ、ごめん、右と左どっち欲しいっすか。もうそんなの関係ないわ。じゃ、ごめん、待ってよ。じゃあこれでエンチャント台を作るのは後でにするか。そう、なんか先にあの噴水から作るって。よし、ちょっと夜だから寝るか。寝よう一回。オッケー。おい、待ち。ちょ、お前だるい、お前それ。お前それはやば。え、じゃあこれ囲まないと壊せちゃう。なにちょ、待って、おい、だるいって。おい、俺んとこもやらんだよ、お前。
はい、じゃあ何すればいいですか。じゃあプチョイさん、今から言うの全部集めてきてください。いきますよ。はい。石レンガの階段44個、頭皮のフェンス29個、水バケツ17個、滑らかな石ハーフブロック16個、石レンガの塀13個、サトウキビ8個、頭皮のトラップドア8個、覚えました？石レンガ44個、頭皮のフェンス29個、水入りバケツ17個。え、なんで覚えてんの？ちょっと待って、見てるだろ。え、何が何が？じゃあ俺があったの見てるだろうって絶対。え、何の話何の話、何も見てないよ、何の話。よし終わったよ。そっちも終わった。終わった。これ土4個入ってるけど、これ。あ、これ俺が入れました。これも使いたいんで。え、それ使わないよ、さ。え、な、え。だって言われてないよ。てか言い忘れてたけど、使います。土4個です。え、土じゃないって、これ草ブロックだ。うん、こうだな。はい、オッケー。よし、噴水作るぞ。いくぜ。ちょっと噛んでいってみよう。え、何噛んで。多分こう。あ、いいねいいねいいね。あ、違うな。で、多分こう。あ、それは絶対に近くないから。じゃあ早く指示出して。じゃあまずは石の階段持ってる人、はい、この丸石の位置でぐるっと囲んでください。中央に向けて。なるほど、こういうこと。この向きはこことここもつながるように。あ、分かった分かった、こういうことか。あ、そうこういうこと。違う。でここ最後の一個、ここ。紛らわしいな。ほんとだよ、ちゃんと説明して。え、なんで してるくね。いや、ちょっと説明足りてないよね。え、何説明すればいいんだこれ以上。これ最初からこういう風にやってって言えばね、できたんだけど。本当だよ、この方が説明しやすかったんだもんだって。あ、オッケーオッケー、できた。うえ、はい、ナイス。で、そうしたらまず多分こうして、そこに石レンガを置いてください。惜しかった。ブロック違いだ。オッケー、石レンガ。はい、石レンガそこに置いてください、思うがままに。はい、置いた。あ、ナイス。で、何すんのこれで。はい、で、そうしたら4方向ともここ1個こうやって穴開けてください。え、こういうこと？そう。え、なんでこんなよくわからんいびつな形に穴開けるんや。で、ここにね、水バケツこうやってバーンって入れます。あ、そこに水バケツ入れるんだ。そう、ここにこうやってね、水を入れるんですよ。よし、で、そうしたら今開けた場所の一個右にもう一個穴開けます。オッケー。で、そこにこの土をこうやって置いていきますと。はい、で、そうしたら石のハーフブロック持ってる人いますか？はい。で、これで伝わるかな。斜め建築の近くにこの水が埋まるように置いてください。はい。はい、できたできた。あ、違う。いや、お前今のはお前ポンタの説明悪いって。斜め建築の下が埋まるように。だってこれむずい説明。置いて説明すればいいじゃん。じゃあ一回置きますよ。ここで、ここ、こうやって斜めに。あ、オッケー。ちょ、いや はい、オッケーでしょ。はい、ナイス。はい、ナイス。もうすでにかっこいい。あ、いいな、一緒に入りたい。俺もやりたい、それ。お、俺の部屋だぞ、そこ。あ、来た来た。お、来た。あ、こういうこと。あ、いいね。え、これでさ、これで鬼ごっこしようよ。はいよ。ポンタ鬼ね。えぇ、ー、よ、よーいどん。ちょっと待って、早い。出たら負け。やばい、逃げろ。あ、出た。はい、で、今トラップドアを置いてた場所に石レンガの階段を置いてください。こういうことか。あ、そうで、そうしたらこの4方向に石レンガの塀を置いてください。4方向？そう、空いてる4方向、ここ。こういうことか。あ、そう。違う、どこを中心に4方向にしてんのそれ。ええ、こうじゃないの。いや、4方向って言ってそこなわけねえだろ。いや、ここだと思った、ガチで。え、どういうことこの柱を中心に4方向、こことここ。あー、って言えよ。じゃあ、わかるだろ。で、そこ、今置いた場所に松明を置きます。完璧。はい、で、そうしたらこの高さの4方向、頭皮のフェンスを置きます。 OK。 あ、ナイス、いいっすね。で、そうしたらその上に石レンガのハーフブロックを。はい。で、すみません、イムは何をする人なん？うん、俺なんか出番ないんだけど。持ってます、ちゃんと。なんか持ってるよ、ほら、サトウキビと糸。あー、なるほど。じゃあここ埋めてください。あ、なるほど。2段埋めてその上に糸置いてください。もうお前の出番なくなった。糸。そう、糸。これで成長できなくします、これより。はい。あ、これで俺の仕事終わり。はい、イムさんの仕事以上。はい、お疲れ様。あ、じゃあお疲れ様。ね、終わってないよ。え、ここ置いてない。このくらいちゃんとやれよ。置けてね、こっちは。
猫猫ちゃん。よし、で、そうしたら、いいっすか、うっすか、ミッキーマウス、テレッテ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 えまし、ね、みんな。もう早く作ってお前ら、早く。この、今置いたこのハーフブロックの半分上のこの位置に磨かれた石のハーフブロックを置いてください。お前さ、行くの大変じゃん。こういうことだよね。あ、そうそうそう、めんどくさい。いや、もうかっこよさにはつきもんすよ。え、誰、てっぺんのやつ壊した人誰？ポンタ。じゃあ壊してねえよ俺。最悪だポンタ。じゃあ、おはい、お前らのどっちかだろう。え、俺らだってピッケル持ってなかったよ。ポンタじゃないの？いや、俺壊してすらいなかったよ今。もう一度ご覧いただこう。めんどくさい。いや、もうかっこよさにはつきもんすよ。かっこよさにはつきもんすよ。かっこよさにはつきもんすよ。さあ次は？はい、次はですね、今置いたブロックの上に多くの葉っぱを置いてください。お前さ、考えろよポンタ。なんでなんでなんで？多くの葉っぱを置けばよかったじゃん、下につけるんだから。どの道先に言えよお前。で、次は？で、そうしたらここに石レンガの塀を4つくらい置いときましょうか。で、1、2、3。なんで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 ？はぁ、ここまでどうなった？カウント入んない。いや、入るわけねえだろ。で、そうしたらこの多くの葉っぱと葉っぱの間を埋めるように石レンガのハーフブロックを置いてください。ないよ、持ってない。あれ、嘘つく。あ、理解した、完全に理解した。違う、俺が間違えてる。これ、まずこの石レンガを壊します。で、そこにここと同じ向きで石レンガの階段を置きます。で、そうしたら次はですね、今置いた上に上下反対でこうやって階段を置きます。これでいい？お、ナイス、いいっすね。よし、もうだいぶ完成やな。うん、もう結構近づいてますよ。置きます。お、かっこいい、なんかいい。おい、ゾウの鼻みたい。かっこいいっすかそれ？あれ、かっこいいっすか？あれ、なんで俺説明する前にやってるんすか、プチさん。あー、多分こうだよね。いや、そうだけど。はい、そうやって置きます。はい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 、こういうことね。まずこれでこう。はい、そう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 。で、これ全部閉じて。オッケー。あー、そんな長くないから。長っ。頭皮のフェンスをまずこの今置いたハーフドアの上に置いてください。こういうこと？あ、そう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 。お、今の番だ。ようやく仕事が回ってきた。痛い、つ、痛い。邪魔しすぎる。あ、痛い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 。あー、すごいことになってるもん。え、今これ違う、ここじゃないよ、ハーフドアに。うん、じゃあこれ間違ってますよ、犬さん。殴るからだろ。はい、で、そうしたら今置いた場所をつなげるように、ここにさらにフェンスを置いてください。はい。あ、そう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 。お、一周っすね。あ、ここはいらん。そこいらないって。え？ちょ、これ何もあったらお前。いやいやいや。よし、で、そうしたら次ここに一周フェンスを置いてください、さらに。はい。で、その上に松明を置きますと。松明。シェア。で、そうしたらさらにその上にフェンスを置きます。どういうこと？あ、そう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 。あ、で、こっから水流すのか。はい。松明流れた。ねえ。はい、そしたらこの上にもう一段石レンガの塀を追加してください。石レンガの塀？こう？あ、そう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 。で、このフェンスと同じ位置にぐるっと一周置いてください、上も。こういうことか。あ、そう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 。なんか長い。で、そうしたら今置いたこの上に頭皮のフェンスを置いてください。よっしゃ。はい、で、そうしたらその上に、あ、俺の出番だ。あ、ゴミー。あーすー。あー、マイクラむずい。よし、そうしたらねえ。そしたらこの上にさらにこうやって。おー、なるほどね。で、この中心に一個、最後イムさんフェンス置いてください。持ってないよフェンス。あれ？持ってないよ。どなたか持ってる方いらっしゃいますでしょうか？いや、持ってないな。持ってないんだよな。あ、なんかとりあえずなんか下から取っとけばいいよね、この辺から。いや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 、あれ？これなんだ、これなんだ、これなんだ、なんか離れた。あ、だ、え、だ、え、だ、なにこれ、なにこれ、なにこれ、え、誰これ置いたの？お前やろこれは。で、どこに置くんだっけ？てっぺん真ん中。これでも、これでもいいね、これでも。あ、そう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 。はい、これで噴水完成。すごっ、やったー。いい感じ、水流そうよ、早く。どっから流すの？で、ちょっと水流すのちょっとむずいんで、俺流していいっすか？まあ、そんなにやりたいって言うなら。まあ、そんなやりたいって言うなら。え、じゃあいいっしょ、しゅうさんやっていいっすよ、どうぞ。あ、オッケー。どこだろう。できた。いやいやいや。
はいはい、まず1箇所目ここで、2箇所目ここで、こっからっすよ、むずいの。ここからでここのはずで、ここおーおーえー片っぽ噴水やね。いや違う違う違う、まだ完成してないから。こういうこと？ゆめさん、あ、マジ余計なことしない方がいいよお前はしない方がいい、お前はマジ先行方がいい。えそうだよって言われる前にやってボロボロにするのも結構やりがちだから、ゆめさん。だいたい合ってるからね。これでここ一面こうなんないといけないんですよね、無限水源になるように。無限水源か。こうやってオッケー、これで完成です。あーすごい、やったやったー。おお、サトウキビあるのめっちゃいいでしょ。なんか見たことない形の噴水で、このあれだね、広場にあってはいるね。素敵素敵。 いいでしょ。うん、とりあえずこれで噴水が完成です。じゃあ次は煙茶台行きますか。煙茶台行くか。オッケー。煙茶台の素材は、じゃあひなこさん。はい、オークのハーフブロック169個。すげえ。おそんなに、めっちゃ使うやん。でイムさん、頭皮のトラップドア90個。ええー、おお。俺はプチュウさんはダークオークのトラップドア51個。あ、俺だけ少ねえ。塔本棚48個。おい、塔入れんなお前、おい塗りが塔だお前。よし、全部揃ったんちゃうか、ちゃうかね。はい、これで揃ってなかったらポンタのせいだから大丈夫。うん、シジミスだからね。確認しよう、ちゃんと。大丈夫、多分ある、多分ある、大丈夫。いいの多分で。時間かけて一個ずつ見ますよ今から。じゃあよし、じゃあ神社に、えんちゃんと台作り、多分こんな感じだよ。なるほど、でこういうことか。はい、完成。じゃねえ、完成じゃねえよほら指示出して、早く暴れちゃうよこのままだと。はい、指示出しますよ、行きますよ。お前めんどくさいことになってない、お前マジ出れないじゃんいやいやいや、まあいいや、じゃあそのまま行きますこの床を一段下げます。じゃあさっきのでよかったじゃんお前めんどくさお前。ほら早く下げろ。一段、そう、一マス。ハーフで言う、違う、普通のあれで言う。あは、下付きじゃないよってこと。上付きでね。なるほど、いや分かりやすいな、ひなこやっぱ分かりやすいな、ひなこちゃん。説明がやっぱ分かりやすいな。そうなんだよね。上付きで一ブロック下に置きます。な、なになに。あ、もういい。え、これじゃあ下下げるんだったらこのシステムおかしくなる、お賽銭システム。あ、ねえ、そこだけ上げるわ、後でもしできたら。ここは干渉しないんで。オッケーオッケー。よし、ではここ、その向きってわ、お前その向きじゃわからない。じゃあじゃあじゃあ、合ってる合ってる、普通さんが向いてた向きで、その両サイドはレッドストーン置いてください。あ、こう。あ、そう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 。で、その一個先にリピーターです。で、この真ん中もリピーター。はい、で、普通さんが立ってる場所からここまでレッドストーン置きます。はい、そう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 。で、その先に1個リピーター置きます。こっち向きで。こうか。あ、そう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 。あー違う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 、なんで急に暴れたで、そうしたらこっから1列縦に5個レッドストーン置いてください。こう。あ、そう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 。あ、だだ、ここも同じやろ、こうやろ。そうです、全部左右対称です。はい、で、そういたしましたらここにレッドストーン。はい、で、あ、そうですそうですで、お、俺の役目だってお前殺害すんぞお前。あ、そう、あ、そうですで、全部つなげるよね多分レッドストーン。あれ、干渉するかもしかして。これ、え、ここに1個レッドストーン。はい、で、ここ、ここにもレッドストーン。あ、あ、こ、おい、干渉するじゃねえかよ。余裕で干渉するやん、殺すぞお前。めちゃくちゃ干渉するっていうか、あれ、なんか俺がテストで作ってるサイズと違うんだけど。これ、これさ、奥行きに1マスずらしてもここビッタビタでやればいいじゃん。うん、じゃビッタビタでやりましょうじゃん。なんやねんお前。で、そうしたらここを一直線バーってレッドストーン。ビビ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 。あ、そう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 。で、真ん中ここレッドストーンで、両サイドはリピーター置きます。こことここ。あれ、あれ一個ない。何がない。リピーター。リピーター。私持ってる。どこ。そこ。ここです。ここ。あ、じゃあここ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 。あだーだーだー。ちょ、ぐっちゃぐちゃ。あーちょ、なんでそれ暴走すんので、そうしたら粘着ピストンの出番でございます。トゥルントゥルントゥルトゥルン。あ、そう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 。なんかどうせリピーターのこの辺やろ。これ、これ合ってる。あ、そう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 。あれ1個足んない。ちょっと待って、違う。ここが、じゃあ5個になってるな。1
構奥だな、ここが。じゃあさっきのでよかったじゃん、じゃあ。あれ？これでもう一個ずれるんやったら、だって俺は4って言ったもん。でもここはよしよしオッケー出してたもんね、ほんとさっき。ごめんなさい。そうしたらこっからですね、ちょっと俺が左やるから右ちょっと修さんやってもらって、オッケー、一個ずつ信号をずらしていきたいんですよ、この遅延をリピーターの。ああ、なるほどね。で1個目はそのまんま、はい、で2個目を1個だけ遅延させます、はい、でその次を2個遅延させます、はい、でその次を3個遅延させます、はい。それ大丈夫、本当にやってる。合ってる合ってる。でここをピストン側を2個遅延、はい、で外側を1個遅延、はい、その次ピストン側をマックス遅延、違うマックスで外側を1個遅延、はい、でね、あれおかしいな、ここ俺間違えてますね、向き反対だ、リピーターのこっちや。でこれでここを2つ遅延、はい、でここを0遅延の、ここマックス遅延で、ここもマックス遅延、じゃあここマックス遅延で回路完成です。おい、やったか。はい、簡単で、で何するんだよ。でそうしたらこっから蓋を作っていきたいと思うんですけども、だって気持ち悪いもんね、これむき出しで。そう、こっから床を、待って、ちょっと待って、俺ガチミスってるかも。何が何が何が。いや、なんか私もそんな気がするんだよね、これさらに下だよね多分。もう一段下な気がする。なんか ここのさ、地面に作るってことだよね多分。そういうことっすね。おーい、あれなんで。まあ人は時にね頭が悪くなるから。オブラートには包まない。オッケー、戻ったかい。戻りました。よーし、よかった。でそういたしましたら、このピストンの上に本棚を置いていきます。オッケー。でそうしたら多くのハーフブロックで真ん中をこうやって埋めます。お、そうすると上から見るとただの多くの床になるんすよ。なるほど。じゃあこれでじゃあオンにするとこうなるってことか。そうかっこいい。すげーこれ。そうしたらですね、床の高さに当時のトラップドアとダークオークのトラップドアを交互に。どういう向きにしたいの、こうなのかこうなのか。どっちでも大丈夫です。どっちがいいっすか。ぐっちゃぐちゃやだ。合わせれば線に縦でいいんじゃない。縦、こっち、これ今残ってる方、うん、そっちでいいんじゃない。交互にするってどういうことだ。交互にっていうのはこういうことです。見て、おちあーすごい。こういうこと？交互って。こういうことです。あ、なるほどね。あー。じゃあこれにしようがら。オッケーです。はい、なくなった。あ、オッケーです。大丈夫です、それで。え、どういうこと？必要がない部分があるので、だからそこの余った分でここは埋めます、後で。あ、なるほど。よし、で、そうしたらこっからもうメインの装飾をしていきます。まずはですね、ここ真ん中、エンチャント置いてもらって。任せろ。レレ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 で、そうしたらですね、まずこの4箇所にこの滑らかな石をね、こうやって4箇所置いていきます。こんな感じで。で、そうしたら石レンガの塀を持ってる方、はい、このブロック全部の上に3つずつ上に言うの遅かったな。で、その上にもう1個このブロック置きます、こうやって。はい、かっこいい。おお、なんか祭壇みたいじゃないですか。おお、なんかすごいダンベルっぽいね、なんかダンベル。ダンベルって言うなって。お願いします。めっちゃモテた。歌うな。そして、そうしたら3方向間を埋めるように多くの階段を置いてください。で、そうしたらこの階段の上に頭皮のフェンスを置いてください。この上ほう。あ、そんな感じです。ダンベル何キロ持てる。3キロ。え、3ってダンベルな。落とし穴。やったな、ペチペチ。お前落としただろ、私のこと。今の落としてないよ、俺じゃない。なんで危ない、今気づいてなかった。よっしゃー。よし、で、そうしたら壁の装飾をしていきます、こっから。はい、ここ3つ本棚置いてください。はい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 。で、その上3つに多くの葉っぱを置いてください。こういうこと。あ、そうで、そうしたらあー、ナイストライナイストライ。あー、いいね、いいトライだよ。あー、言ってないのに進んでいくけどちょっと間違ってる。この多くのさらに上に頭皮の届かねえじゃん、お前殺していい、この男。どこ
ここ？あ、そう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 。ともう一個。あ、そうそうそう。ここいらないってことだよね。あ、そうですそうです。もう一番こっちの端っこまで、だからこれが合ってるんですよ。一段ずつ上げて。そういうことか。そういうことです。それで全部やります。同じことを。これで、あ、いいんじゃない？ほら。お、いいっすね。めっちゃいいやん。よし。で、そうしたら、次この本棚の1個下に階段ブロックこうやって置いて、で、この間の真ん中に石レンガの塀をポンって1個置いてほしいです。ごめん、なんて言った？石レンガの何？石レンガの塀、間に。ここ？あ、そうです。ほい。ウィンヤウィンヤ。ウィンナー。ウィンヤウィンヤ。ウィンナウィンナー。はい。あれ、なくなったの？はい、はい。自分の仕事は終わったよ、ちゃんと。あれ、石レンガの階段、あれ？よーし、で、次は？なんでないの？なんでないの？確認したじゃん、さっき。滑らかな石のなんだ階段、石レンガの階段です。まあ世の中いろんなことがあるよね、不思議なね。ちょ、俺が前回見た時より広くなってるんすよね。持ってきたよ。え、ほよい。ナイス。階段が、はい、ここでいいの？あ、そうです。で、そうしたら、ツタ誰が持ってますか？持ってます。ツタをこの下の空きスペースにバーって埋めてください。え、かっこいいかも。そう、かっこよくないですか？あ、よい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 。これ足りる？足りー、もうなくなったよ。なんで？なんでそれは。そんなことある？誤算すぎるって、計算がおかしいって。さすがにもう大嘘つきやん、それは。イムさん、ツタ取り中？今ツタ取り中。あ、じゃあせっかくだからさ、ちょっとついでに一人1円ちゃんと本につけてみる？確かに。あ、いいね。本4冊とラピスラズリ持ってこよう。本に入れて、本本ね。でもいいね、このツタを。いて、なになになに、おぶな、おぶな。どこ行っとった、お前。なんか消えたんだけど俺。どこ行った。ああ。で、そうしたらいいの？マッツとかじゃなくてオフでいいの？あ、マッツもありだな。マッツ持ってくる？頭皮、うん、頭皮だね。頭皮の板材？何、パシリが持ってきてくれるって。もう誰がパシリやなんかさ、足になってくれる人のことなんとかタクシーって呼ぶじゃん。知らねえそれ。そうなの？呼ばない？なんか例えば、川口さんって名前だとしたら川タクシーとかさ。お前そんなことやっとったん怖いんやけど。怖っ。怖っ。で、どうすんのこれ？これドストの上、これ穴開いてるところに普通にポンって置く、はい、オッケー、いいね、ナイス。じゃあ、おし、い、お、あの、設置ま、設置するぜ。はい。でん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 。じゃあ置きます。はい、あーい、イエーイ、完成完成。じゃあスイッチオン。おお、え、ちょっと待って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 、まずい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 。そうだそうだそうだ。これ欠陥です。どうしましょうか？そのためにここをハーフブロークにするんだった。こんなんダメだよ、ポンちゃん。え、僕はちゃんとダークオークにしないと。おお。ありがとう、タクシー。よし、じゃあタクシーが行ってる間、じゃあちょっとエンちゃんとタクシーって呼ぶなって。だからよし、まあじゃあ一旦やるか。俺あるよ、ラピスラズリ。ある？ラピスはあります。あ、本は？本はないです。一人一冊やりたいよね。うん、持ってきたよ。あ、タクシー、ここと、あ、ハーフ？それダークオークのハーフ。向きどうする？向きとかない、関係ない、向き関係ない、ハーフやから。あ、いいねいいね、オッケー、ありがとうありがとう、いいいい。よし、じゃあ俺から行くわ。エンチャガチャ、これで1個いて、経験値30なのか、一番高いの。え、ないじゃん。あ、経験値ないじゃん。一旦ため行こうよね。いや、行きます。行ってほしい行ってほしい行ってほしい、オッケー、一旦行こう。
やるか。本とラピスない人いる？ある。あります。持ってます。あいよ。じゃあやってくか。よし、じゃあまず俺から。一番いいの引けた人の勝ちね。え、待って、めっちゃいいやつかもしれんこれ。うん、最後に発表しよう、何が手に入ったか。じゃあ次いきます。そう、クロスボウ。だからもうクロスボウの使い手の俺ならもうめちゃめちゃ嬉しいやつやった。使い手の俺なら。使い手。まあまあまあいいんじゃない。はい、じゃあ次誰や、誰これ。ほう、どうでしょう。え、ドロップ増加のやつなかったよね。ドロップの剣はない。あ、じゃあ結構いいじゃん。結構いいエンチャントもらいましたね。結構強い。さあどうでしょうか。私が暫定1位じゃない。今のところ俺じゃねえ。1位。いや私だろ。俺だろ。知らない。じゃあ次、さっきこあの込み上げてきたイム。はい、じゃあ見てみましょう。はい、込み上げイムね。はい。え、お前やば。いや、バフ。なんでこれ。え、お前ちゃんと30のやつやった。30のやつやったよ。やった。嘘。しかも1個。しかもこれだってあるやんだって、これ取引で。うん、もうある。まあ、B は確定だね、もう。B は確定だね、イム。じゃあ最後、ポンタ。見ましょう。はい。水中歩行3。おお。水中歩行って何？水の上歩けるってこと？調べてみる。調べてみる。ちょっと気になる気になる。水中歩行、1レベルごとに水中を歩く泳ぐ際の抵抗による速度の低下が3分の1ずつ解消される。泳ぐがめちゃめちゃ速くなるってことやね。いいじゃん、めっちゃ。でちなみにレベル3では、水中での歩行速度が通常の歩行速度同様にダッシュの速度と同等になる。ほよほよほよ。速いじゃん。これつけたら陸も海も同じ速度で走れるってことよ。めっちゃいいやつじゃん、お前ポンタの。やった。じゃあとりあえずイムがビリと。うん、イムさんビリ。なんで1位がここで。なんで1位切り切れるんや、お前。なんでどうやろうな。だから水抜きするやん。でもやっぱ水中で作業する。うわ、そうだね。いや、じゃあこうじゃない。うん、これ右から1位順。え、左から。ちげえだろ。いや、こうやろ。いや、これは。いやじゃあ説明させて。これ貫通砲ってどれぐらいやばいかっていうと、威力がとりあえず高くなるんや、これだけで。クロスボウのね。クロスボウってもうそもそも威力高いから、これのエンチャントをつけたら多分どんな敵も多分遠くからでも一瞬時に殺せると思うよ。クロスボウね。うん、まあでもクロスボウ使わないからな。じゃあ一旦じゃあこれで一撃でポンタを殺せるかどうか試して、それで殺せたら1位でいい。じゃあいいよ、それで殺したら1位でいいよ。じゃあこれ持って帰って拠点戻る。じゃあ最後にちょポンタ殺そう。それで。なんで俺なの。じゃあクロスボウにエンチャントをつけます。うわ、初エンチャントだ、自分で。はい。おい、いいね。いきます。いや、怖っ。頼む。ちなみに今ハートなんマックスです。いきます。おいー、はい。でも2発出て相当強くね。しかも装填バカ早かったよ。いや、装填が早かったの。本当にそうだったけど、装填はマジで早かった。めっちゃ早かった。まあ、でも一発じゃなかったし。じゃあ2位やな。いや違う。まあじゃあということで、エンチャントテーブル無事作れました。やったー。はい、あと噴水も、おまけで噴水も。まあじゃあこれで耐久のエンチャントがないやつとかに入れたりとか、そういうことができるようになります。だからこれでうちらはどんなエンチャントもいけるようになったってことやね。完璧ですね、これ。いや、強やったぜ。しかもほとんどコストかからんっていうね。はい、まあ、ということで、まあ、じゃあこのエンチャントいろいろ駆使して頑張っていきたいと思います。それご視聴いただきありがとうございました。じゃあ、バイバイ。バイバイ。